今日の字は徳です。行人弁は徐々に方向を変えていきましょう。左上と上部を開けると行書らしくなります。横画同士はつなげて書いてみましょう。この字の意味は手に入れること、儲けることなどです。私思うのですが、この字の前に O をつけるだけで雰囲気がガラッと変わると思いませんか？お得、なんていい響きでしょう。私はこれが大好きです。をつけるだけで不思議なものですね。そういえば、面白くてためになるお得な卓王書道塾、検索してみてください。待ってます。